どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽できるようになりますよ、ということで超簡単レッスン日々公開しております。今日も始めていくよ。今日は G ラボウクレレの、はい、ガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンではこちらの初めてウクレレ使ってレッスンやっていきます。この初めてウクレレ Amazon で即ゲットできますからね、よろしくお願いします。で、今使ってるこの G ラボのウクレレたち、今週いよいよこのポップアップショップがオープンです。初めての北陸上陸でございます。イオンモール河北の中にある島村楽器店さんの店内の一角をお借りしてやりますよ。はい、詳細はですね概要欄に貼っときます。よろしくお願いします。はい、そしてですねこの本が出たよー。シソングブック5、はい、100曲入りのボリュームたっぷり、めちゃめちゃいい楽譜集です。ぜひチェックよろしくお願いします。この本の出版を記念した無料イベントがとうとう明日です。8月8日、東京渋谷の HMV&BOOKS で誰でも参加できる無料イベントやります。19時夜7時からみんな集まってください。ウクレレ持ってきてくださいね。課題曲も設定してます。これをちょっと練習してきてもらうといいかな。これコントの方に入ってる曲プラスガズレレオリジナルガズレレソング練習してください。でこのね HMV さんで本を買っていただいたり電話で、ね、取り置きもできますからね、もらうと、イベント会場の前の方の席に椅子の席に数は限りがあるんですけど座れてガズがサインしますよというチケットもゲットできますので、ぜひ HMV さんもよろしくお願いします。概要欄に詳細貼っておきます。じゃあ今日のレッスン入っていきます。今日はですねパワフルソング、こちらドン米津玄師さんのピースサイン。この曲は僕のヒーローアカデミアというアニメの主題歌でおなじみでありながらも、もう米津玄師さんの代表曲ということでもうめちゃ熱い曲なんですけど、もちろんこのね有名曲ですからガズレレ YouTube チャンネルで過去に一回取り上げてるんですよ。2018年に取り上げてなんでもう5、6年前ですね。で今回は2023年改訂版なんですけど、前回はちょっと取り上げなかったブリッジパートのところ、このかさぶただらけ荒くれた日々がここのところまでこう網羅したかなりボリュームアップパワーアップした2023年ウルトラ改訂版ハイパー改訂版となってます。これもう全開でやっていきましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレシンプル簡単バージョンをやります。結構ボリュームありますからね。後半はかっこいいバージョン、このかっこいいバージョンはですね濃いです。中身はなかなかギュッと詰まってますけど、やりがいがある疾走感満載気持ちがいい曲取り組んでいきましょう。はい、動画2つ最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。さあ今のところで練習していただいて、いろんな音楽自分で生み出して楽しんじゃいましょう。さあ今日のレッスン入っていきますよ。ピースサイン米津玄師さん、まずはガズレレでシンプル簡単バージョンの方からやってみる。1、2、1、2、3。削り削られ擦り切れた今が君の言葉
てたあの夢をもう一度取り戻せ。ケンスさんのピースサインガズレレレシンプル簡単バージョンやってました。かなりボリュームあったでしょ。これでもショートカットアレンジバージョンなんですけれども、原曲すごいテンポが速いんでね、ゆっくりやるとまあこのぐらいのボリュームになるということなんですけど、あのブリッジパート、2018年のレッスンでは取り上げてなかったんですけどね、かさぶただらけ荒くれた日々が、ここがもうね、思ったより、あの今のゆっくりバージョンでもあの歌うの結構息継ぎとかね、言葉がめちゃめちゃ詰まってるんでですね、やりがいがあると思いますけど、コードはですね、思ったよりシンプル簡単コードで今もね、ちょっとアレンジしたんで、じっくりいけばいけると思います。フルコーラスやってみたい方も、ちょっとこれガズレレアレンジバージョンまず練習しといてもらって、慣れてきたらね、コードと歌詞書き加えてオリジナルのフルコーラスできると思うんでやってみてもらいたいんですけど、まずはガズレレ版で練習していただければと思います。ガズレレ動画には歌詞とコードが出てますね。それ見ながら、画面に合わせて練習してもらって、1個目のゴール設定としては、シンプル簡単バージョンのガズさんの演奏と一緒にできたら、これはすごいと思いますよ。これなかなかね、この速度でもね、一緒に歌うのめちゃくちゃ難しいです。言葉がもうビッチビチ詰まってるのと、メロディーラインがもう米津玄師さんのあのね、感じなんですよ。でも好きな方はね、これも聞き込んで歌えるでしょうから、楽しんでいきましょう。そして今のね、ガズレレの簡単バージョンと一緒に合わせてできるようになった方はすごいですよ。そこまでいったら、今度はね、もう次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと、ガズレレ YouTube はもう今度は一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを見出して、音楽を自分一人だけで生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、歌詞とコードと全部丸暗記するの難しいですから。まずやっぱり最初は楽譜みたいなものを見て、何回も何回も覚えて、いずれは覚え込んじゃって、大空に向かって歌っていくみたいなの素敵だと思うんですけど、まず楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今のねガズの演奏はこのガズレレ手書きノート見ながら今演奏していったんです。これ今日かなりボリュームありますよ。見てください、2枚にわたってど見て、これこのボリュームですからね、これでショートカットですからね。はい、これもうちょっとしたらこんな風にカメラにアップドアップにして、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今とってもいいサービス始まってます。これガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたピースサイン2023年改訂版を含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックがあるんですよ。その中から毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい。で、このね、ガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね。あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるんで、ぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやってます。メンバーシッププログラムが毎月590円で、毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ。なんですけど、この大学に入るにはやっぱりガズレレプログラム初心者
プログラムで練習してていただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方がより楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかりの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半からスタンド FM というところでガズのラジオ配信、ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日めちゃくちゃ役立ついい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。2023年改訂版のピースサイン、米津玄師さん1枚目です。今日2枚にわたってますからね。はい、じゃあ見てみていきましょう。これイントロなんですけど、イントロはちょっとワンブロック小さい表記になってます。場所の節約のためでございます。はい、こんな感じになってて、ここコードが変わってる、下にくるっと囲ってあるのかっこいいバージョンではこのコードを使いたいよということですね。あとツタタタタとかいうのもこれかっこいいバージョンでこれおかずというのを入れていきます。この辺はシンプルでいけると思います。あとここ矢印マーク、これシンコペーションのリズムです。今日かっこいいバージョンかなり濃厚なんですよ。こんな感じで、なんか下のこと、下に書いてあるのはなんとなくかっこいいバージョンとメッセージと思っておいていただけるといいと思います。はい、こうやって写しておくので、皆さんお時間ある方はこの通りに書いていただくといいと思います。そして今紹介させてもらったガズクラブで、このガズレレノート楽譜デジタルデータでダウンロードしてもらうのも今日もめちゃくちゃ有効ですよ。ガズレレノートの特徴はこの歌詞の上に点がついてるでしょ。これでリズムが分かるようになってます。ちょっと歌ってみると、いつか僕らの上をスレスレに通り過ぎてたあの飛行機、これがリズム分かるんですよ。これね、 A メロだけでもね、このリズム通りに歌うのめちゃめちゃ大変ですからね。はい、これでリズムの場所をつかむ、これはかなり有効ですからね。ぜひこれを一回分かっておくとね、これいいと思います。お時間ある方はですね、この通りに書いてもらうといいと思いますので、はい、写しておきます。一時停止で書いてください。いいですか、カシャ。はい、 OK。 じゃあここですね、次 B メロ、ここもかっこいいんだよな。で、かっこいいバージョンではこの辺リズムも変わってきますからね、後で解説していきますけれども、はい。で、ここもちょっとキメが入るよ。かっこいいバージョンではここキメが入りますよ、ということですね。はい。一時停止。OK。で、ここからサビなんですけど、ちょっとね、切れ目が変なところになっちゃったんですけど、ちょっとご容赦ください。ここからサビが始まるんですけど、本当は続いていくでしょ。で、ちょっとここ一時停止で書いておいてください。いいですか？はい。そしたら、サビの後半、こっちになっちゃう。はい、またいちゃった、ページをね。はい。ここがサビの後半です。ここまでで1個のサビですからね。OK かな。ここもいっぱいキメがあるでしょ。ここがね、かなり来てるとこですから。後でバッチリ解説していきます。はい。で、ここをちょっとね、ここどういうことかというと、これね、サビって繰り返すんですよ。なんで、1回目の時は、ここ F、G、7、これ、シンプル簡単バージョンは F と G7 なんで、かっこいいバージョンではコード変わりますからね。で、C を弾いて、1回目は C をツタタタタと言って、はい、前回の2018年のレッスンでは省略していたブリッジパート、ここをね、かさぶただらけっていうふうに入っていくんですね。で、1回目は C を弾いてここに行くって、もう1回ここ戻ってきてここやるんですけど、ブリッジパートの後、ここをやったら、サビって書いてある。もう1回サビが始まるんですね。で、2回目のサビの時は、ここで見てください。CCCC、バッと止まって、ラストに行くという、ラストっていうのはここなんですよ。ここに行くんですね。こういう構成になってます。ちょっとね、サビが繰り返すんで、最後のところの、処理がちょっと違うということをちょっと覚えておいてもらってですね。つまり、1回目に出てくるときは、もうワンブロック足して C でおかずを入れて、ブリッジパート。で、2回目に出てきたときは、この、ここをやって C で止まって、もうラストのここ、君と未来を盗み描くに入っていくよということです。ひとまずじゃあちょっとこの、ブリッジパートから移していこうかな。いいかな。それで、こういう風にしようか。サビの後半からブリッジパートまでみたいな感じでどうですかね。一時停止で、このブリッジパートもね、もうラップというかね、お経というか、ちょっと和のテイストもあってね、すごいお経っぽいなと思っちゃった。米津玄師さんってそういう要素結構あるんですよね。歌によってはすごくお経の要素みたいな感じで、はい、いいですか。はい、でここでおー、本当はもうちょっと長いんですけど、ちょっとガズレレショートカットでイントロのね、ドア玉の感じのやつをやって、でサビですね。サビっていうのはさっきも見せたここの、遠くへ行け遠くへ行けと、ね、ここずっとやって、さっきも言ったようにここまで来たら、今度はここで、ここやったら C をワンブロック弾いたら止まって、一瞬止まってここの最後に行きます。君と未来を盗み描く、はい、ひねりのないストーリーを、これをやって終わったよと
いうことでございます。止まって終わる感じですね。いやー、なかなか今日はもうかなりボリュームあります。出てくるコード見ていきましょう。赤く囲ってるのがかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、ひとまず隠しておきます。今映ってるこの7個のコードでシンプル簡単バージョンやってみました。 CAmFDmG7E7Em7 の7つのコード。今映ってるこの7つのコードはガズレレではめちゃくちゃ嬉しい入門コードのグループなんで、初心者さんにもできますよ。はい、これはこれです。ガズレレ必須コードというメンバーになっております。このガズレレ必須コードつうのは一体何かというと、初心者さんが一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあんのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら超簡単なんですよ。でもいっぺんにね、初心者の人がどっと10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃに混乱するんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃめちゃいい動画撮ってます。概要欄に、ガズレレ必須コードの覚えられる動画の URL 貼っとくんで、じっくり見てコード10個覚えちゃってください。これ覚えたら楽しいこともりもりでございます。はい、それではかっこいいバージョンの解説に入っていく前にですね、この曲もうズバリ言っちゃいますけどね、歌がもうめちゃくちゃ難しいから、いつか僕らのウェルスレスレに通り過ぎてったあの飛行機を不思議なくらいにって、これどん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 言葉がね、次から次へとやってくるんですよ。かさぶただらけ荒くれた日々が、削り削られ擦り切れた意味が、君の言葉で読み、この辺の言葉のタイミングとメロディーがもう一個ずれたらもう台無しなんです。まあこれ聞き込んでトライしてみてください。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていくよ。かっこいいバージョンはコードがで3つ追加。まずこれ簡単で C サス4、 C 押さえといて2弦の1フレット、これです。 C と C サス4、 C 押さえて C サス4、こんな感じで使っていきます。はい、次はね、これセットでいきましょう。 G シャープ押しと A シャープ押し、これはよくねガズレレでは出てくるコードなんですけどね。まず1個目、これとこれとこれです。これが G シャープ星ですね。どうやって押さえるかというと、ガズはこうやって押さえてるんですよ。人差し指が、3弦、3弦の3フレット。中指が1弦の3フレット。薬指が2弦の4フレットを押さえてます。これでもいいですよ。これでもいい。人差し指で1、2、3弦の3フレット。中指で、2弦の4フレットでもいいです。はい。同じですから、押さえてるじゃん。で、この形のまんま、1個、2個ずらしたら A シャープです。G シャープ星、A シャープ星。これセットでよく使われるんですよ。はい。4弦は開放弦弾きます。これはね、星って書いてあるコードはガズレレオリジナルの解釈してるコードで、どっか他のミュージシャンに星とか言ってももう何それってなるわけ。ガズレレがですね、みんなに分かりやすいように、こんな感じの雰囲気ってことで星つけてるだけですからね。ガズレレだけの表記になってる。G シャープ星、A シャープ星。ということで、このコード、これが今日いい味出してるんですよ。これを使ってやっていきましょう。セットで覚えちゃっておいた方が、いろんな他にもね、他の曲でも出てくるんでね、今後いいと思います。はい、そしたら今日出てくるリズム紹介しましょう。今日はね、結構いろいろ盛りだくさんと、8ビートと8ビートの茶と、8ビートの茶が半分と、カッティング、山盛り。これはね、なかなか今日は面白いですよ、リズム。はい。今映ってるリズム、いろいろ出てるんですけど、この8ビートの茶が半分というのはちょっとこれから解説しますけれども、大体、ここ、概要欄に、貼ってあります、ウクレレでできるリズムのいろいろというところに、濃厚レッスン動画が、弾き方レッスン動画がアップロードしてますからね。やったことない人はそこでリズムの練習をしてみてください。じゃあ今日ちょっとね、もうどんどん順番でいきます。今日いきなりイントロ、おあーあーあー、ここでいきなりかっこいいのが登場します。8ビートの茶が半分プラスカッティングです。これなかなかすごいよ。やってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。これがイントロです。すごいでしょ。これどうやってやってるかというと F でやってます。最初のダッツツダッツツチャッツです。はい、これは8ビートの茶が半分なんですよ、基本的には。じゃあちょっとカッティング抜きでやってみると、ジャンジャジャンジャチャカジャンジャジャンジャチャカになります。はい、これわかる？普通の8ビートの茶っていうのはダンチャタンタチャカタンチャタンタチャじゃないですか。今 FF でやってるんですけど、これ半分にするとダンダダンダチャカダンダダンダチャカってなります。ここにカッティングを入れるわけです。そうするとダッツダッツチャカダッツダッツチャカです。カッティングっていうのは左手見て、これで音を止めてるんですね。左手で一瞬芸、チャは右手でチャですからね。これ結構難しい。カッティングの練習めちゃくちゃになると思います。で、結構速度もあるんで、かっこいいバージョンは。これはね、なかなかですよ。あと、シーサスポー途中で、ね、出てきて、後半で。あと、ツタタタタタっつうのは最初にチャを弾いておいて、チ
タッ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 。これ他のところでも出てくるんでですね、注意しておいてくださいと。ちょっともう一回じゃあ やってみましょう。ゆっくりね。ワン、ツー、スリー、フォー。あー、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 シーサスフォー。あー、ここで、チャッパ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 ッ。はい。カッティングと8ビートのチャが半分で、ちょっとどっしりいく。イントロいきなり出る。これ感想でも出てきますから。いやー、いきなり来ましたね。そしてその次、イントロの後半なんですけど、ここはね、シンコペーション、この矢印マーク、リズムが前にズコンズコンと食い込んでくるよというのをやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。でれってって。はい、分かった今。まず F からこの G7 アップ。次 A マイナーもまたアップ。その次また C もアップで、次は普通に E7 の A マイナー。こんな感じなんですよ。リズムが前にズコーンズコーンと食い込んでいくでしょ。もう一回ちょっと超ゆっくりやってます。ワン、ツー、スリー、フォー。でれつてってつてってつてってってでれつてん。ここは普通よ。てんでって。もう一回後半。これがシンコペーションのね、もう3連チャンシンコペーション。なかなかボリュームある。で、早いですからね、テンポは。テンポは本当はこのぐらい。ワン、ツー、スリー。このぐらいのね、速度がありますからね。いきなり歌が始まる前からなかなか悶絶ですけど。で、ここから A メロです。A メロはですね、全部8ビートだけ。チャとかカッティングとか何にもなし。いつか僕らのウェルスレスレニーと。ちょっとね、ボリュームも抑えめでいいと思いますね。ここでね、この曲かっこいいのは、B メロのところの残酷な運命がところから、チャが入るんですよ。そうすると途中でドラムが入ってきたみたいに、ね、このドライブ感が増すわけ。ここをちょっと体験してほしいと思います。B メロのところの一番最後で決めが入ります。ちょっとやってみると、これはね、結構いけると思うね。どうでもいいと思えた、その心を、ダダダダダダダッとあります。ダダッダッダッダ。これもカッティングです。左手見て。あ、でも右手でもいけるか。チャ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 を使った決めでもいいね。ジャジャチ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 ャでもいいですけど、最後カッティングかな。僕の場合は左手で止めてます。これシンプルだけど、ビシッと決めるの難しいですからね。そのことをもう一度サビに入っていきます。トークエイケット。このサビになったら、もう前回の8ビートルじゃ気持ちよく弾いてください。これはドライブ感満載で超いいですからね。ここに行くまでに A メロ、B メロでだんだん盛り上がってて、サビで一番フル加速できるような、フル加速ってスピードじゃないですよ。強弱をつけたいってことですね。だんだん盛り上がってくるってことですね。はい、そのままサビをずっと畳みかけていきます。でね、この最後のサビの一番最後はちょっと難しいんですよ。さらば掲げろピースサインのところ、またシンコペーションの応酬で G シャープ、C シャープが連なってくるんで、そこをやってみましょうか。さらば掲げろピースサイン転がってくストーリーを、こんな感じですね。今のね、さらば掲げろピースサイン、この後転がってくシンコペーションなんですよ。これもこの G シャープ星から A シャープもシンコペーションで、その後の C は普通のタイミングです。転がってくストーリーを、で今度はチャッパ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 。1回目はここチャッパ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 ッ、 C ワンブロックやって、本当はここね感想が入るんですけど、ここガゼレロジゼルショートカットでツタタタタで、あらブリッジパート、かさぶただらけ荒くれた日々がと入ってきます。ここもね、疾走感満載のままたまったまんま、ドライブ感満載でずっとブリッジパートへ行きましょう。ここ歌がね、とにかくタイミングを外すとどうやることになるので、かさぶただらけ荒くれた、ここちょっと要注意です。しかもちょっと言いづらいんですよね、歌詞が。かさぶただらけでか、舌が回りづらいっていうかね、そこもちょっとポイントかなと。で、ブリッジパートが終わったらいきなりイントロの展開したダーア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 ーをちょっとやりますね。で、後半ところでね、ちょっとね、止まって、もう一度でサビを繰り返すということになっています。で、もう一回サビを繰り返して、一番最後の最後は、ちょっと、ボリュームを落とした感じで、ここね、シンプル簡単バージョンで伸ばしたんですけど、かっこいいバージョンではちょっと軽めの8ビートで、君と未来を盗み描くみたいな感じで、終わっていくと。はい。ひねりのないストーリーをダダダって止まって C でドーンと終わっていくという。
ここがですね、もう最後ね、サビの応酬のこの畳みかけてくる感じでね、もう自分がどこにいるか迷子になっちゃうぐらいの勢いなんですよね。まあなんでそこちょっとね、冷静沈着に、テンポは結構早めで、こう前のめりでイケイケなんだけど、頭の中すごくクリアーにしとかないと、もう次から次へにいろんなハードルがやってくるんでね、まあなかなかね、この脳内の CPU をめちゃめちゃ使う脳トレ曲なんですよ。一回分かっちゃうと、いいと思うんですけどね。まあ、これはもうパート分けて練習するのがいいかなと思いますね。あとね、やっぱこれ速さですよね。かなり原曲も速いんですよ。その中でこの早口の歌を歌っていきながら、いろんな決めを弾きながらっていうことで。なかなか脳トレ曲でございますが、そこが楽しいところ。みんな楽しんでやってくださいよ。さあ、早速やっていきましょう。米津玄師さんのピースサインガズレレ流改訂版、2023年改訂版ハイパーバージョンでやってみる1, 2, 1, 2, 3.強烈ですよ、やってみたらこれ。かなりこれ時間かかりますけどね。集中モードで、この夏、汗いっぱいかいて練習していきましょう。さあ皆さん、いよいよ明日です。8月8日、渋谷に集まれ、ウクレレ持ってきてください。もうこの曲演奏するよ、みんなで。はい。めくるめく時間を一緒に作っていきましょう。詳細概要欄に貼っておきます。よろしくお願いします。はい、そしてですね、ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある、清書されてる楽譜でですね、こっちは。かっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。で、このアプリ内は、いろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね、楽譜がですね、書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。Amazon とか、あと島村楽器さんでも、これゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね、ほんとガズレレ楽しんでいる方だったらあっという間に
に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中、あと毎週日曜日はね、このガズ、レレ YouTube でもギター教室、ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人ももりもりやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ、Gラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに映ってる水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。